はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで松32さん、はい、なんかラッキーナンバーかなんか今日あったんですか、32番って、ね、よいしょ。はい、じゃあ行きます。よいしょ。で、今日ね、出荷しますので、よいしょ。今日もまあそんなにいっぱいは、あの、まあ出荷を含めたら1ケースちょいぐらいは出てるんですけど、 PB はまあ4箱ぐらいかな。よいしょ。ですけど、まあサインとかもね出てますから、まあ結構コンスタントに出るんじゃないかなっていう気はするんですけどね。はい、じゃあ行きます。レギュラーと、あ、レギュラーじゃない。レギュラーとこのインサートとパラレルね、仕分けしておきますので。あ、サインだ。おお、いきなり来た。はい。すごい書いてあるな。おお。はい、すごい超フルネームプラスね。へえ、これなんか名台詞ですか、最後になんか言葉言いました。へえ、はい、サイン出やすいですねやっぱね。まあトンヒ弾けるかどうかという問題もありますけど、まあこうやって書き込み量とあるしね、かなりバリエーションというかサインだけもあるけど、こういう楽しみもありますからね。3番目に入ってる場合と4番目にサイン来る場合とはね、ランダムだな。まあちょっと前のマーベルのボックスでも1ケース12だとしても、まあサイン4枚か5枚ぐらい、あ、フィルムだった、はい、15番ですね、はい、だとしても、まあサインが良くて6枚出たとしても3枚ぐらいはショッカーでしたもんね、うん、ショッカーのどの辺にいたっていうあー、そこのっていうね、はい、これちょっと出ないんです。だからその辺がもうあのなしにしましょうっていう感じにして、まあケースにね3か4ぐらいのサインとかそこそこ以上が入ってるっていう感じの方がいいですよね、うん、だ今のこの封入形式でえーって言ってるとちょっとこう、うんね、じゃあ「スター・ウォーズ・シグネチャーいっぱいあげる?」っていうどうぞっていうね。はい、ラスト。このキャラだよね。そうだよね。ロキのお母ちゃん。ちょっとわかりません。よいしょ。はい、ということでフィルムとサインと、よいしょ、出ましたね。しかもめちゃくちゃ書いてある。ここにはいないのか。これ?ひょっとして。
違うかな。ここにはいないですよね。これハンターの子がいますけど。ね、モービウスと。これかなっていう。いいっすね。うん。デザインもかっこいいしね。はい。じゃあ、こちらでコンポして発送いたします。またぜひチャレンジしてください。ありがとうございました。